日曜日の夜にあこの人も BNI で頑張ってるなら自分も明日から頑張ろうと思ってもらえるような BNI メンバーによる BNI メンバーのマインドセットのための番組ですこの番組は BNI 滋賀・西京都・北の提供でお送りさせていただいておりますはい、えー、ということでね皆さんあの大晦日ですよ皆さん大晦日ねえー、12月31日ということで 今年も残り2時間と、2時間切りましたということでね、えー、皆さんどんな年でしたでしょうかということですね、2023年も間もなく終わろうとしております。はい、あのこの番組ね、始めたのが今年の4月ですかね、はいあのー、まあまあ約8ヶ月ぐらいですかね、やってきまして、まあ、その前はね、あのー 生放送で、えー、ランチタイムオーツっていうのを、ね、担当させてもらってたんですけど、あの4月からはちょっと若干趣旨を変えてね、えー、やってきましたということでございます。おおむね BNI メンバーの方ね来ていただいてあの非常に喜んで帰っていただくというような、ねえー、ことで、えーまあ、やってよかったなというふうには思うわけなんですけれども、まあ、今年振り返ってみてですね、あのー いいか悪いかっていうとですね、私はですね、やや、うん、悪いとい、ね。<laughs> まあ、そんな感じでしたかね。いや、あの業、まあ、業績的に言うとね、まあ、目標っていうのはやっぱりあ,のあったので、まあ、そこにいいなかなかこう届かなかったみたいなね、えー、そういう意味で、えー、そんな位置にあったなと。で、まあ、痛感したのは、やはり、いい自分で、 コントロールできることしかやっぱコントロールできないっていうかね、あのコントロールできないことはやっぱりもうコントロールできないなって改めて感じた1年でした。はい。うん、まあ仕事はね、まあそんな風だったんですけれど、じゃあプライベートはどうかと言いますと、プライベートはまあ非常に充実してたなというふうに思います。はい。まあ、孫もね、えー、1歳。 になりましたしたね、えー、息子夫婦も順調にね、えー、仲良くやってくれてますし、まあ、孫の海君うん,んですけど、上手にね、あのー、お嫁ちゃんの方が、えー、育ててくれてますのでね、まあまあ安心して見てられるなということとですね、まあ娘もですね、えー、同志社大学に行ってるんですけど、今3回生で、今就活1社だけ、えー まあ、受けるると言ってるんで、すよねでもしその一社が無理やったら大学院に進学するというふうな、ちゃんと目標を立ててやってます。おそらくその一社で就職決まんのちゃうかなって僕は思ってるんですけどね。はい、大学でもですね、あの、うんと、アナウンサー、某アナウンサー、もっとね、某アナウンサー、まあ、今もアナウンサーか、あの,の方のお授業を、お 受けたりですね研究室に入ってね、えー、受けたりとかうん、まあその授業もね、この前ちょっと見せてもらったんですけど、非常に楽しそうでね、えー、いいなと。まあもちろん、夫婦仲も良好でですね、えー、良好ではないな、結構今年もだいぶ怒られました。はいえー、怒られながらもですね、まあ、なんとか生き耐えてるということで、えー ございま,すまあ、今もね、一緒に、おそらくですけれども、仲良く、紅白歌合戦を見れてるんじゃないかなというふうに思いますので、まあまあ、振り返ってみるとね、えー、も,うもう一歩、えー、業績を上げれたらよかったかなと、最高やったなと、なかなかうまいこといかないですね、はい、そんな2023年でしたけれども、皆さんはどうだったでしょうかということでね、えー、また来年もいい年にしたいなというふうに思っております。はい さあ今週もですね BNI ブルージャイアントチャプターの橋和田勝代さんに来ていただいてます橋和田さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、ではねこの後橋和田さんとお投稿を繰り広げたいなと思います一旦 c ムです FMO2 新しいビジネスの獲得が可能になりますチームの仲間があなたを推薦してくれます 競合と競う必要がないビジネス環境ビジネススキルを学ぶ機会そして一生の人脈を得ることができます可愛い,いペットと一緒に花に囲まれて眠りたい野戸川の樹木葬、幸福寺媒花園はそんな望みを叶えます永久に改想せず土に帰れる花と木に囲まれたお墓です まずは市が樹木層で検索平穏な日常生活の中で急な雨漏れやお風呂トイレの不便を感じたら「お父さん住宅修繕ですよ」「異常気象対応の大津健在センター077-537-3591」「0 7 7 5 3 7 3 9 1にお電話ください えー、ギブの流儀です。この番組は B.N. シガニシ京都北の提供でお送りさせていただいております。はい、えー、ではですね、えー、本日大晦日のゲストはですね、先週に引き続き B.N. ブルージャイアンドチャプターの橋渡和,和代さんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いしますね。いつも元気な橋渡さんでございます。そういえばね、あのこの前 B.N. で、はい。えー まあ、シェアストーリー大会っていうのをね、<っ>えー、させてもらったんです。あのーはい、BNI 滋賀県のメンバーが150人ぐらいいるんですけど、そのグループの中の代表者がですね、えー、8人、150人中 8, 8人ね、えー、選ばせていただいて、えーまあ、BNI に入会して、えー、どんな経験があったかというのをね、話していただいて、 えー、4分間、話していただいて見事ね、橋和さんが、えー、優秀賞に選ばれたという、ね <laughs> えー、そんなことがありましたけど、橋和さん、いかがでしょもう私なんかよりも、もう素晴らしく喋ってはる方がたくさんいらっしゃったのに、本当におこがましい話で、はい、まあ申し訳ないなと思いながらも、まあ、こうやって選んでいただいたっていうのもあるので、頑張って。 あの大阪での会場でも頑張りたいなと思います、本当にありがたい、あの貴重なチャンスっていうのか、経験をさせていただいていると、いますあうござ一番あの優秀な方が、大阪中央公会堂で、えー、今度は関西のですね BNI メンバーの方々が集まるイベントがあるんですよね、うん、そこで、えー、優秀な方は出ていただきますよと。 え伝えてたんですけど、見事、橋下さんがその切符を手に入れたということす大阪中央公会堂、おそらく200人どころじゃなかったです、500人ぐらい来るかもしれません、またドキドキしますわ、ね、そんな機会ないですもんね、ないですね、ねなんでそう思って、本当に貴重な、はい、あの機会いただいたと思って、あのー、もう、頑張りますわ、500人,500人の前で、えー、まあい、まあ、うとあの、ミシンのプレゼンテーションができる。はい それはもう嬉しいです、1台ぐらい売れるううだだぐちゃぐちゃにならんように頑張ります、なんかそこでミシンの良さというか、なんかこう、なんやろ、もっぺんちょっとミシンいじってみようかなみたいな、なんか心動かすようなプレゼンができたら、できたら一番いいですよね、いいですよね、また作り直さなあかんですわ、なんか上手にパワーポイントというか。 あのまた村上さんとか言うてもらったら、はい、多分作ってくれると思うはい、またちょっと皆さんのご協力をいただいて、一番苦手な分野ですので、いえいえ何もかもかも苦手なんですけど、そのやっぱり、なんていうかな、橋端さんの、なんていうか、チャレンジ精神っていうかな、そのうんすごく勇気をもらえてる。<laughs> 若いメンバーいると思うんですけど、うんね、BNI にもうすぐ3年、はい、満3年になれると思うんですが、はい、入られたきっかけって何だったんでですすかねね、はいはい、そうですね一番大きいのはもうあの、えっと、4月に、はい、2020年の4月に入ったんですが、はい、あの2000その前の 前の月ですよね2020年の3月の29日にうちの父親が亡くなったんですよ。あそうなんで、すか 2> はいで、まあ、あの2月の月末に入院して、1か月で、うんまあ、突然亡くなったんですが、うんでまあ何の準備もなく、<ー>もう突然入院し、誤えん性範囲で入院してで、そこからコロナなんで入院患者。 ならいろんなことを聞きたくても、うん、何も聞けないまま、そのまま29日に亡くなってしまったんで、はい、まあ私としては、ああ、これからどうやってやっていこうっていうふうなのがあ。お父さんが先代で,、はい、です。あ いいいと聞いてはいたんです、はい、こうもし自分が死んだ後はこういう風にしてこういう風でにして、うん、はい、あ,あったんですけど、はい、も本人もそんなすぐ死ぬつもりは全然なかったので、うん、なんでもう,もう本当にあのどうして何を簡単なところで言えば、うんはい、この、うん、と事業を。 継承っていうか、そういうね。あの代表者を変えるとか、うんうん、そういうところも然りの。うんうん、もう何もかもがどうしようっていう感じだったんです。元々から知り合いの行政書士の先生とかは。うんうん いらっっしゃったんですけど、うん、まあその先生じゃなくてなんかせっかくせっかくなんでっていうの、まああのいろんなことを恥、まあ、も何もなく、うん、いろんなことを聞ける方が、うんまあ、いいなって思いながら、うん、なんでもう,あのもうどうしようかなって思ってる時に BNI、うん、の BOD、うん、というそういうね 「今年します」って言ってお手紙を頂いたんですよ。うんうんで 何が何か分からへんのですが専門分野一人だけしか入れませんとかそういうふうに書いてあってあなたに来てもらいたいっていうようなもうイメージのお手紙だったんであのメンバーの私から知ってみればお客さんなんですけどお客さんからいただいたので詳しくお聞きしたらぜひとも入ってほしいって言って見に来ててほしいっ聞きに来てほしいしいうお話だったので。 いったのがもう一番のきっかけです。はじめはじめのお出会いなんです。うん、な何かこのわな何か知ってたとか前情報はその手紙でしか知らなくて、はい、多分おそらくズームズームで、はいズームも初めて、ね、ズームも初めてどうやズームってもの自身もどうするねみたいなところから始まってました。なるほどね。はい。けどななんかこうズームズーム やったらもうええわとかそういう風にはならなかった全然ならなかったんですよねうななんすはいまずはい、から入ってまずはちょっと行ってみてっていう、はい、まあこういろんなものを広げ広げていきたいっていうのもありましたしはい、はい、でうちの父は あのロータリークラブとか入ってたんですけども、でも、まあ、そこからの広がりっていうのも、あんまり、うん、父も言ってるだけだったんで、うん、だからそういうのも、そういうのに入ってもなみたいな形もあって、うん、また、うんまあ、ちょっといっぺん覗いてみようかっていう感じで行ったんです。そしたら、うん もう,もうすごい朝の早から <laughs> 皆さんのテンションが高くって終わりました終わった後にんとに、まあ、どうしますかみたいなお話になるじゃないですかでもあのどうしようかなって思いながらも、うん、でもここでちょっと入らへんかったら、うん、私の未来って 広がらへんのちゃうやろかってうもうあの私には何のコネも何のあれもないんでいだからここの全然違う扉の部分に一歩入らないとう,ん,うんと明日から。 またっっててか、うんうん、なんんいいいうぐらいの思いだったたですよ、ね、たくさんのいろんなあの、まあ、行政書士の先生もやはりましたし、<laughs> はいはい、司法の書士の先生もいらっしゃいましたし、なんで、あと、印刷関係の方もいらっしゃったし、今からこう自分たちがしたいと思うことの,、うん、あの必要な方、みんないはるなみたいな<ー> <laughs> で、まずはそこからっていうふうに思いましたね。 一歩を踏み出したということですね、はい、です一旦 CM でーす FMO2 新しいビジネスの獲得が可能になりますチームの仲間があなたを推薦してくれます競合と競う必要がないビジネス環境ビジネススキルを学ぶ機会そして一生の人脈を得ることができます BNI 滋賀西京都北で検索 それ、漫画にしましょうあなたの会社のサービスや商品を漫画にして楽しく分かりやすく宣伝しませんかウェブ、チラシパンフレットに使え集客をお手伝いします「タンデムデザイン」で検索ススイイッチ入れたらパラダ FMO2 ですおかげさまで。 2023年4月1日で開局5周年を迎えます。これを記念して要望の多かった番組枠を個人向けに特別割引価格で販売します。あなたのご友人の声を f m ーツで流すチャンスです。応援や時間は30分枠と15分枠です。30分枠はなんと1回1万円からです。自作番組を放送したい方がいらっしゃったら FM オーツをご紹介ください。電波とインターネットでオーツと世界に番組を届ける f m オーツからのお知らせでした。 思い切って入会されてですね。はい。あのー。今どうですか。楽しいですか。今楽しいですね。はい。かですはい、もう。やっぱり。あの若い人もいっぱい入って来られましたし。はいはい、まあ、ずっと全部、全部若い人なんですけどね。はい、<laughs> 全部若い人なんですが。はいはい、あのー。私みたいな、もう。年配だけじゃなくて。うん、やっぱりこういう。このいろんな情報機器。に疎い。うん もののがズームっていうのをやりながらあとズームだけじゃなくていろんなあのトレーニングとかを受けながらこう勉強していく,いくそういう機会に恵まれてるっていうのも楽しいですし何よりも。承認 私を認めてくれはる、そこの部分で、また頑張れる、うん、もう結局自分がああ、これもできへんかった、あこれもまたこんな失敗したわって思うんですけど、うん、それがよかったよって褒めてもらえる。うん、なんで まあ今回、この,あのシェアストーリーの大会もそうなんですが、本当、ドキドキの状況でしてる中で、そこをまあ認めてもらって <laughs>、皆さんから称賛してもらえるっていう、そういう機会って、もうこんな60万円になったらないんですよ、うん、もう自分たちの仕事だけで、販売をするだけで精一杯なんで、だから、その中で全然、 違う、うん、まあメンバー、あのまあ、一緒に頑張っていってるメンバーから、うん、まあ認めてもらって、うん、仲間に入れてもらってるっていうのが、なるほどね、そのきっかけっていうのが、おそらく、もうメンバーじゃないんですか、中谷さん、ね、中谷さん、中谷さんもともとミシンのお客さんだったんですか っていうかね。ブラザーで作ってるスキャンカットって言って、うんはい、あのシールとかも作れるんですけど、うん、こうあの形に切っていける？うん、あのまあ、いろんな形に切っていくっていう、うん、そういう機械があるんです。うん、そ,うんその機械を買ってくださった。うん、あそうなんです、ね。はいで、中谷さんはそれをあの切って、うん、あのその切れ,切れたパーツを車に貼って。うんうん で例えばハートに切り抜いてたとしたらそれを車に貼ってもらってそれでスプレーしてその切り抜いたものを外せばハートに印刷ができるっていうのかコーティングができるそういうのをするために買っってくださたんですけどねまたそのご縁を次、橋下さんが今も3人の方にね伝えてす入ってくださってになっていただいてますしね。 だからまたその人たちがまた、ね、いいなと思ったらまた次の人に、あのー、紹介、ねはい、するでしょうし僕はそういう,なんかこう人と人がこうちょっとしたことでつながっていってで、ね、でまた次の人につなげるっていうのがその仕事をもらうっていう会なんですけど人と人のつながりが、ね、結局、やっぱり残っていくんだとやっぱそこかなと、ね、思うので。はい いいなって、まあ、僕は思ってるんです、ね。はい、私もそう。それはすごく思ってますはい、はい。ね。まあ、それはミシンがバンバン売れりゃ。いいですけど。<laughs> <laughs> まあ、なんか、それ。そうじゃない。その良さも。ありますよね。ようん、はい。うん、なんで、まあ。私が、私の、この仕事がうまいこと。今、言ってるのも。うん、やっぱり、あのー。ミシンを買うにあたっての。うん 補助金の部分で曽我さんの手助けをしてもらってる、曽我さんが補助金でやったらこんなに、こんだけ持ち出しのお金がこんだけで済みますよっていうことにより、通常だったら150万とか200万いるんですよ、でも補助金を使ってもらうと、60万とか80万とか、3分の2でいけれるように、そういう。 まあ裏技っていうのか、正当な裏技をもう提示することによって、買いやすくなる、で、買ってもらうっていうのが、ああ私が曽我さんと一緒に、曽我さんにぜひとも入ってもらいたかった理由なんですけど、曽我さんもそれで、そ,そうじゃなかったも曽我さんには、BLAN に入ってもらう前から、曽我さんとはまあそういうふうにしてもらった時もあったので、なるほど。 あとあのー、今度そういうおし、まあ、買うまで行かなくても、うん、うちにこういう仕事をしてくださいよってうん、うん、頼んでもらった時にう,ん、うん、うちじゃできない仕事っていうのを、はいあのー、今度、まあ、も,う1回もう1人ご紹介させてもらった戸梶さん,さん、はい、B 型の作業所を運営されてる戸梶さんにお仕事としてお願いするっていう形で。と、うんあのー、さんのところも、うん まあ助かるっていうのが、徳樫さんのところにもこう収益になるように、私のし,、まあ、してもらえへんかって仕事は、うん、まあメンバーからこういうふうにお客さんが言ってはるんだけど、こういうものを作ってもらえへんかっていう仕事を、私はミシンは売ってるんだけど、ミシンを持ってるってことは、そういう仕事もしてもらえないかなっていうふうに言ってくださったりするんで、うん、なんそれは断らない、なとりあえず。 まあ、私たちができるか私たちのお客さんができるかっていうのがあるんで、うん、ちょっと考えますって言って、うん、で今度はお客さんと、うんまあ、メンバーのお仕事とをつなげたりとかっていうのも今進んでたりしますある意味そのパワーチームですよね、はい、そのができてきてるっていうことでね、はい、あの橋和田さん初のねすすごいい嬉しで曽我さんを。 あのー、うまく、うまく使ってるじゃないですけど、あのー、ミシンを買いたい人。もう安く買え、買えればね、そうなんですよ。す<し>はい、うん。それってな、ななんかもう、すでにそれで制約した事例って。あるんですか、すで<あ>に。はい、今ね、えっと。 今、ね、ちょうど、ね、曽我さんが入っていただいてから、えー、と3社ぐらい、うん、曽我さんにおあのご紹介しているので,はい、はい、で今、それをちょうど進めてもらっているところですねうん、うん、もう今、出してもらったりとかしてると思います,わそす,そすはい、それでうまいこと採択とか行け、ね、いけばね、はい、バンバンなんか事例が、まあ、そんなたくさん売れるもんじゃないかもしれないですけど、はい、いやでも、あのー、でも,もういい、ねあのー、私の。えーと ソガさんが入ってもらう前には、村上さんとそんな感じで、うん、させてもらったんですよ。で村上さんの、うん、とあの村上さんをつなげられますよみたいな感じで村上さんのところに連れてって、うん、でまあこうやってこういう先生いらっしゃるんでって聞いてもらってでそれでえっ、ー、とそこでは村上さんがもうあのー、やっぱりえっ、ー、と補助補助金を もら,うもらうのは簡単だけども、うん、助成金をもらうのは簡単だけどそのあとこういうこともありますよこういうこともありますよって言ってもらったことによりその方はうん、うん、あ分かりましたほんなら自分の資金を持ってやるのがいいのかそれともそういう補助金を 活用する方がいいかもう一回考えますって言って、うん、で考えた結果、うん、あの村上さんのお仕事にはならなかったんですけども、ああやけども、はい、でもこうやってあの、まあ、話、キンギブラザーさんにこうやってご縁やからって言って、買っていただいた方もいらっしゃるので、うん、だから、まあ、あの私,は私は本当にそれが強みなんですよ、うん、言ったらうち、私にはこういうネットワークがありますよっていうことにより、なんていうのか もう、あのー、いろんなこと知ってる、ミシン屋さんやなって、売、うん、っ,ったら、あのー、売るだけじゃないんやなっていうふうに思ってもらえるっていうのが、大きな私の強みになるなっていうのは、思ってるんです今持ってる橋輪さんの顧客の人に、はいまあ、いろんな専門家つなげることもできますしね。はい まあもちろんミシン買っていただいた人にそのフォローアップもできるでしょうし、いろいろ広がってきますよね。あのー、でもな、なんとなくですけど、まあ、時代ってやっぱ回ってるから、ま、たミシンの時代とかなんか来そうですよね、ななんかレコードとかまた今流行ってきたりするからもういっぺん,なんかこうそういうことのこう時代が。 うもうすでにるんゃ <laughs> 来てほしいなと思ってるんですけどね、だから、うん<ー>、ミシン屋はなくならへんっていうふうには、うん、もうよく言われたりするんで、うん、だからまあ、私たちはあの、ネットで売るっていう方法も、うん、ネットでやったらね、やっぱりね、月間、もうすごいと書いてったら、50台、100台売ってはるそうなんですけど。でもう、うん ネットで打った後のお客さんのフォローはそんなんでなへんじゃないですか電話でミシンも見えないのにそういうのできないんでだから私たちはやっぱり会いたい会ってそれでお客さんの困っているところを実際実物を見てじゃあこういう形でこうしたらいいよっていうのを本当リアルにさせてもらうっていうのを得意としているのでそれがやっぱり。 まあ人と人とのつながりっていうのもあるので、じゃあ、そこのところを大事にしながらやっていきたい、うんうん、これからもやっていきたいと思ってるので、でもなんか、橋和さんとかやったら、丁寧に教えてくれそうやなっていうふうに思う一方で、まあ、どうやって橋和さんの良さを、ね、こう伝えていこうかなみたいなところがちょっとね。 あのうまく BA.9 メンバーをね使ってんなやるしかないやろうな,うな、ね、ありがとうございますみんなにやってもらってる状態です今後、k i n k i b r o ラザーをどうしてい,かいきたいというかどういうふうに会社をしていこう,かですそうですねやっぱりものづくりもうあのこの底辺を忘れずものづくりのやりたいと思っている人ちょっとでも興味ある人をもうに。 まあ引き上げてなんで、レンタルミシンっていうので窓口にしてまあ買ったら買っ,あの買ってでその後使い方説明して講習会も受けてもらってでそれを商売にしたいなと思ったらそれを売る手段もまあ教えてあげられるようなあのまあミシン屋に。 なって、でまた、その事業がうまくこう回っていくようにお手伝いできるような、それは BNI を使ってお手伝いができるような形で、もう一個人の方から、うんあのー、会社の方までもう、あのー、全部、ものづくりっていうのでフォローしていきたいと思っております。なるほどその人に用途に合わせた、ねはい、フォローをしていきたいと、はい、そういう人たちを育てていく、はいまあ、そんなことが使命というそんな感じで。はいはい ありがとうございます。あま,すまああのー、橋和さんにね二週にわたって来ていただきました、えー、大晦日の夜でしたけれどもありがとうございました。ありがとうございます。はい、もうもう今年最後のいい時期におあの呼んでいただきまして、はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございました。はい。さあいかがだったでしょうか。気分の流儀でございます。えー、今年は皆さんお疲れ様でした。来年来年も気分付けと精神で頑張りましょう。今日はおや,やおやすみなさい。おやすみなさい